あ、目覚ました。アズール、この指は何本に見えますか？8本。うん、まだ気が動転しているようですね。でもよかった、なんとかブロッドの暴走は収まったようです。たく、手こずらせやがって。いやいや、レオナさんはそれ言っちゃダメっしょ。僕は一体何を？魔法の使いすぎでオーバーブロッドしてしまったんです。覚えていませんか？僕に力をくださいよって泣きながらみんなの魔法吸い上げてさ、超ダサかった。ちょっと幻滅。そんな、僕が暴走するなんて信じられない。まあ、コツコツ集めてきたもんを台無しにされたらそりゃ怒るっすよね。俺だってずっと貯めてる貯金箱を他人に割られたら絶対許せないと思うし。でもやっぱ悪徳商法はダメなんだぞ。反省しろ。その前にお前らは他人の作った対策ノートで楽しようとしたことを反省しろ。確かに。だってあんたの作ったテスト対策ノート見て一夜漬けしただけで90点以上取れちゃったもん。ああ、まさに虎の巻だったな。100年分のテスト出題傾向をてめえの力で分析して作ったもんだと学園長から聞いた。あんたの汚いやり口は認められねえが、その根性だけは認めてやってもいいぜ。そんな慰め、嬉しくもなんともありませんよ。あれ、アズール、ちょっと涙目になってね。おやおや、泣き虫な炭吐き坊やに戻ってしまったんですかね。二人とも、その件については秘密保持契約を結んだはずですよ。おっと、失礼しました。な、そういえばこれ、あんたが取ってこいって言ってたリエーレ王子の写真、ちゃんと持ってきたぜ。まだ太陽は沈んでない。これで完璧に俺たちの勝ちだ。なんだこの写真、人魚の稚魚どもがわらわら写ってるだけじゃねえか。エレメンタリースクールの集合写真すかね。なんでこんなのが欲しかったんすか？懐かしい。これ俺たちが遠足の時に撮った写真だよね。ここに俺とジェイドも写ってる。そんで一番隅っこに写ってるのが昔のアズール。え？やめろ、見るな、見ないでください。おやおや、アズール、急に元気ですね。もう少し寝ていては？ここまで来たら諦めた方が気が楽ですよ。どれどれ？隅って、もしかして控えめに見ても他の人魚の2倍くらい横幅がありそうなこのタコ足の子供。アズール、おめえ昔こんなに丸々と太ってたのか。その気持ち僕にはよくわかるぞ。誰にだって消したい過去はある。僕は何も見なかった。みんなも忘れてやれ。お前やたら真に迫ってるな。くそ、モストロラウンジの店舗拡大と黒歴史抹消を同時に叶える完璧な計画だと思ったのに。二頭を追う者は一頭をも得ずってやつっすね。同級生の卒業アルバムから写真屋のフィルムまで、昔の写真は全て取引で巻き上げ抹消したんですが、博物館に飾られたこの一枚だけがどうしても合法的に処理できずにいたんです。だからって他人の手を汚させようとするんじゃねえんだぞ。別にいいじゃん、俺この頃のアズール好きだけどな。今より食べ出がありそうだし。そういう問題ではないんですよ。もう嫌だ、今すぐタコ壺に引きこもりたい。